奄美群島国立公園の区域図。左上から時計回りに、徳之島、機械島、奄美大島、与論島、沖野選ぶ島。陸域海域奄美群島国立公園は、鹿児島県の奄美群島、並びにその周辺海域を区域とする国立公園である。東国立公園の指定は、日本全国で34番目で、鹿児島県内においては4番目の指定となった。 新規の指定としては、2016年に設立されたヤンバール国立公園以来で、日本で最も新しい国立公園である。総指定面積は75,263ヘクタールで、そのうち特別保護区域と第一種特別地域は、世界自然遺産に登録された、天見大島、徳之島、沖縄東北部及び、入表オ島の区域となっている。 2017年2月20日に承認された国立公園土地利用計画案によれば、天見群島国定公園に指定されていない、新規の区域は36,636 36ヘクタールで、一方、国立公園へ編入されずに指定解除される国定公園は2,316ヘクタールとなった。島国立公園一帯は、サンゴ礁、マングローブ林、日形。 アネッタイ製紅葉樹の原生林など、独特の生態系が発達しており、固有種としては、アマミノクロウサギ、アマミトゲネズミ、ルリカケス、アカヒゲ、アマミセイシカ、アマミアワゴケ、ワダツミの木などが分布し、その他にも、ハブやアマミイシカワガエル、イボイモリ、琉球アユ、琉球コノハズクなどの生物が生息している。環境省アマミ野生生物保護センターアマミ、 群島国定公園に関するカテゴリー、ありがとうございます。